個人的に20着は持っています。9枚目 DVD 発売。令和のハイレグプリンセスの異名を持ち、これまでに見たことのないようなハイレグを披露することで大きな話題となった林田桃花が、9枚目となる DVD& ブルーレイハイレグコレクションをリリース。その発売記念イベントを17日都内で開催した。3月に都内と山梨県で撮影された今作。作品の内容は、桃花プリンセス役と林田桃花役の2つの役をやりました。ちょっとキャピキャピした桃花プリンセスとお姉さんになった林田桃花を演じ分けるのが楽しかったですと説明した。タイトルがハイレグコレクションということで、全ての衣装がハイレグだが、いろんなハイレグがありまして、グレーのハイレグのシーンではバランスボールで遊んでいます。オフィスのシーンでは大人っぽいハイレグを着てみたりしましたと紹介。その中でも一番のお気に入りのシーンは、初めてウェディングハイレグを着ました。ちゃんとした結婚式じゃなくて、いつか本物のウェディングドレスを着させてほしいという願いを込めた疑似結婚式のシーンです。乙女心をくすぐられた衣装だったのですごく好きですと紹介した。セクシーなシーンについては、ふわふわのレースがついているハイレグを着たんですけど、初めて直角に近いハイレグなので形的にはセクシーだと思います。でも実際に着ている時は自分ではセクシーだと思って着ていないので、皆さんが思うセクシーを見つけていただきたいですとコメントした。多くのハイレグでファンを魅了してくれる林田だが、自身で持っているハイレグについて聞かれると、20着くらいは持っていますね。撮影会とかでは1日に3、4着は着るんですよ。皆さんには毎回新しいハイレグを見てほしい気持ちがあるので、しっかり集めていますと話してくれた。続けて、今回は初めてウェディングハイレグを着ましたけど、なんとかハイレグとかやってほしい案があれば言ってください。募集しています、と呼びかけた。14日に23歳の誕生日を迎えた林田は、ファーストの DVD を出したのが19歳だったんですよ。デビュー当時はこんなにいろんな方に知ってもらえると想像ができていなかったので、これからも年を取っていきますけど、成長を見守って応援をしてください。ハイレグは卒業することもないので、これからもたくさんハイレグを着ていきます、とアピールした。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。